クラシックメロディーですね。こちらも、これはレベル1ですが、2、3、4、プリマ出ております。先ほどと同じように、有名な曲が出てます。このグリーグのこういう曲はね、バスティ先生お好きで、テキストの中にも出ていますし、まあ、挿絵もわかりやすく。で、生徒さんもなんとなく聞いたことのあるメロディーの曲集になっています。で、有名な作曲家の先ほどの幻想即興曲ではありませんが、有名な人の作曲家が出ています。そしてその他にナポリ民謡ですね、サンタルチアとかイタリアの、オーソリ民謡とか、いろいろな民謡風なもの、曲も出ていますので、非常にジャンルがいろいろ分かれ幅広いですよね。ですので、まあ、いろいろなタイプの曲を早くから体験できる、クラシックだけじゃなくて、いろいろな曲が広がるっていう形で、おすすめしています。